はい、こんにちは、シャラスポーツです。皆さんお元気ですか。本日土曜日はミスター K さんご来店ありがとうございます。ありがとうございます。お得意様のミスター K さん、ちょっと久しぶりですかね。そうですね、だいぶちょっと時間が空いたかな。お仕事忙しいですか。忙しいですね。あ、そうですか。今ね、時期も時期なんでね、ちょっと最初に消毒しときましょうか。はい、はい。今日ご来店のご用事はババーン。説明を。はい、一応自分の持ち物であるミゲル・カブレラさんの GOTM の片付け完了ということで引き取りに来ました。カブレラさんのトリプルクラウン記念モデル、もう市場価格は口で言えないほどになっておりますけれども、はい、まあ、それを取りに来られたわけですけれども、ザバーンスキルズさんのコートスライズ、コートスライズチャレンジってわけじゃないですよ。募集してないですよ。皆さん来ないでくださいよ。たまたまお得意様ですから、はい、今日は体験会をしますということになっておりますので、はい、うちでそんな大会をやってるわけではございませんが、はい、今日も引き続きやっていきたいと思います。はい、やったことありますか。は、一切ないです。どうですか。多分無理だろうと思ってますね。でも前回ミスター G さんがやられて、で今日はミスター K さんがやられるんですけどこちらでございます。見たことない方のためにコートスライダー税抜き4000円でございます。おうちトレーニングっていうのが最近ね、SNS にも投稿されておりますけども、ご多分に漏れず当店でも細々ながら宣伝活動を行っております。トレーニングがメインじゃなくて、私販売をしておりますので、商品の紹介でございますが、なかなかこれ楽しい企画になっておりまして、どうですか。いやー、この後どうなるか恐ろしい考えが楽しみでございます。それではスタート。今日は最初のウォーミングアップ、ストレッチを入れてみましょうか。はい、特に腕を立てた姿勢でやることが多いので、この肩甲骨周りが大切ですので、はい、肩甲骨を動かす体操ね。はい、こうします。はい、当たるかな。大丈夫です。横、はい、上、はい、で上にするときに手を外に向ける。こう、こういう向きね。はい、でこう開き、はい、でこう、あ、はい、こう、はい、ワンツーサンシ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 肩甲骨動きましたか。肩甲骨は、はい、それでは足ですね。足は、はい、お相撲さんがやる腰割り、はい、このまま倒します。はい、ね、で肩を痛めます。一郎さんのような。ああ、はい、いいですか。はい、はい、アップ終了です。はい、はい、それでは基本動作からいきますね。足、臀部、それからコア、腹部ですね、そんなところが中心になります。やってみましょう。はい、肩幅ぐらいに置きます。つま先で乗ります。はい、で腕立て伏せの姿勢を取ります。はい、で左右交互に山を登るように、ワンツー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 ツーワン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 。はい、どうでしょうか。はい、行ってみよう。何回ぐらい。いや、適度で。あ、適度。はい、
あまりだとしんどいですからね。どうですか、楽勝でしょ。どんな感じですか。これは結構家とか、そうですね、家とかでもこれになるんですね。はい、はい、OK です。はい、まだ初級だんだん負荷を上げるということで、今日は順番組み替えてね、はい、次はコア、はい、腹部のトレーニングいきます。膝つきます。両手をコートスライズに乗せます。腹筋を使ったトレーニング、こうずーっといきます。いきます、いきまーす、いきまーす、伸ばす、引く、伸ばす、引く、止める、止める、引く、伸ばす、引く、腹筋に効きます。はい、背筋もくるね。そうですね。はい、これ痛くないか大丈夫かな。はい、どうぞ。お、さすが20代。伸びる、引く、伸びる、引く。はい、じゃあコメント。まあこれをもう一応やってるやつなんで大丈夫は大丈夫ですね。あ、いつもやってるんだ。あのローラーのやつですか。あー、なんだ、できるんじゃない。いやいやいや、できますよ。なかなかできますよ。いやいや、Kさん。いやいや、もう体型は遅なんで全然。じゃあ徐々に負荷上げますね。昨日やってた肩と腹部のトレーニング、こう肘を乗せて、肘を乗せて手のひら上で、この腕立てのね、姿勢 OK ですか。はい、で最初、まあこう片方ずつやってみて、はい、できたらこう、はい、という感じでございます。Kさん今日できるぞ、さすが。これはちょっといいですかね。はい、おー、強い強い、すごいな、今日やりがいがあるぞはい、こんな感じでいいですか、ね、はい、戻ります。はい、どうです。はい、はい、それではもう少し負荷を上げます。はい、膝立てないでやってみます。はい、まずは一個ずつで両方、ちょっと私連日でおじさんにはきついなはい、どうでしょうか。はい、あ、楽勝ですね。やっぱり膝あり膝なしでは全然違いますね。違いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもです。楽勝。いやいや、はい、今日はスムーズに進んでおりますけれども次は肩、胸、はい、あるいは腹部、はい、中心に負荷がくるトレーニングをやってみます。Kさん、ジム通ってたもんね。まあ一応は、うん、はい、腕立ての姿勢から、はい、出す、右、左、右、左、右、左、止める、戻す、止める、戻す。はい、こんな感じです。はい、これがかなりさあどうだ。あ、そうか、片方ずつ。あ、そうか。そうだね。あ、これは自重が重いからだよ。そうっす。自重が重いんで耐えるのがしんどいだけです。多分他の人ももっとスムーズにいくはずなんで。はい、ありがとうございます。
それでは昨日のように方向を変えてみます。いいですね。はい。同じようにこの姿勢から左、右、左、右、左、右、止める、引く、止める、引く、こんな感じです。これが昨日見ててすごいなと思って。え、そう？そうですね。これ関係は多分ダメなんで。いや、そのいい。お、来た。ディップディップ深く。いいですね、いいですね。はい、ありがとうございました。やっぱしんどい。今度は。背面ですね。もう一回やってみましょう。今日もね、ここでこうするので、乗っけて、かかと乗っけて、外れやすいかな、で引きます、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 引きます。 OK でしょうか。はい、これ結構くるよ。そうですね、裏なんで。これ気をつけないと。ハムストリングスと背筋にきます。ちょっと慎重にやってみてください。急にやるとキュッてくるかもしれない。こっちを浮かせた状態。お尻浮かして、でお尻の下にかかとを持ってくる。両方いっぺんでしたっけ？うん。あ、片足ずつやってみる、いっぺん。あ、そうです。大丈夫そう？大丈夫ですけど、やっぱりすごい効きますね。で、揺らしてみようか。はい。ほい！お尻上げて！はい。ほい！来る？すごい来たんですいつも表しかやってないで、やっぱ裏の裏ね、裏大事ね。そうですね、裏の筋肉大事ですね。うっ、腰、うっ、ちょっとやりすぎじゃない？大丈夫？大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ体幹関係最後に一番厳しいやつを。私これうまくできないんだな。本当はね、こうシュッてスムーズに来るはずなんだけど、はい、ちょっとおじさんには無理かな。よいしょ、おっ、おっ、あっ、おっ、あっ、限界お願いします、はい、あ、やっぱりそうなるよね。いっぺんに引けんよね。そうですね。綺麗な人は多分シュッて引く。うん、これ難しいわ。そうですね、これ やれる人すごいですね。うん、あ、多分これはやり方は、はい、ありがとうございます。やり方はあんまり良くないと思います。はい、昨日と同じは面白くないんで、今日は腕立て運動をプラスしたいと思います。これ皆さん知ってますか？ナイキさんのプッシュアップのね、バーですね。腕立て補助具です。何がいいかっていうと、こう、体をぐーっと下ろした時に、この高さがありますから深く入る。胸の筋肉がより鍛えられるというものですね。はい、握りやすいですから、例えば腕の角度をね、こう、手の向きを横にするとか、縦にするとか、幅を広げるとか、狭めるとか、ということで負荷が変わってきます。まあ平均的には肩幅ちょっと広めぐらいでね、ここちょうど線が入ってるからやりやすいけど、これぐらいですね。でやってみましょうか。でポイントは、深く深く体を入れるということになります。これぐらいね。あ、角度変えてみようか。よいしょ。はい、わかりやすいように角度変えてみました。深く入るというのは、ここまで下ろします。肘が曲がってるからわかると思いますけどね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、じゃあ、計算いってみましょうか。はい、20回もやすごかったな、今。
バンク2あ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20はい、頑張りました。うわー、しんどい。はい、今こう肩幅ぐらいでねやりました。バリエーションいろいろあるんですけど、今日はちょっと広げてみますね。こう広げると腕よりも胸への負荷が、まあスポーツクラブ行ってるからね、ご存知かと思うんですけど、強くなります。それでは行ってみましょう。よいしょ、20。ほっ、はい、どうぞ。すごいな。いや、すごくないでしょ。いやいや、あー、もうダメだけど。もうなんとなく開きすぎ。いや、いきます。手の長さ違うから調整して。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20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 、
いやー、白さんすごい。はい、そうしましたら今日はミスター K さんね、はい、なかなかね、スポーツクラブ通ってるだけあって楽しいですので、もう一種目増やしておきます。ベンチを使ったディップですね。上腕三頭筋、はい、こちらの方いっておきます。腕をかけて体伸ばして沈める、伸ばす、1、2、3、4、5。これ体こうなっちゃダメなんですかね。どうでしょう。どうなったか。一応伸ばしてはやってますよ、ね、ここは。ひょっとしたらそれは間違いかもしれないですけど。あ、くそ。どうしまい。はい、どうぞ。はい。一応このこうで降りれるような形して。あ、なるほどね。なるべく深く入るように。うん。いいですね。いや、でもだいぶはい、じゃあ今日のおうちトレーニングはここまでとします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。じゃあ早速ありがとうございます。消毒を、はい、しっかり対策を。今回スキルズさんのコートスライズですね、初めて体験されたということですが、普段スポーツクラブ通ってらっしゃって、でスポーツクラブ今休みなんで、ご自宅で毎日独自のメニューを、はい、トレーニングをやってらっしゃるということで、まあ、かなりハイレベルな、パフォーマンスが見てたと思うんですけど。いやいや、お恥ずかしい限り。いかがでございましょう。いや、もう未熟な感じで腕立てがひどかったですね。腕立て、あ、課題が見えてきたということで。そうですね、課題が。自重を減らしてパワーウェイトレーションを上げるってことだよね。まあスピードをちょっと、スピード系にね。そうですね、スピード系にちょっとシフトして、まあ筋力はまあ残しつつで、うんうんうん、ちょっとシフトチェンジを頑張って地道にやっていきます。はい、ということで長々とねお話を伺いましたけれども、はい、非常にね若いだけあって、トレーニングしてあるだけあってたくましい姿が拝見できたかなというふうに思う次第でございますが、はい、決してコートスライズチャレンジではありません。はい、そこのところね、チャレンジじゃないですよ。はい。はい、よろしくお願いいたします、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。疲れましたね。疲れましたね。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。
けど一番若いと思いますよ。いや年齢だけじゃ無理。20代じゃないですか。まあ一応。おお、今日20代の方が。腕立て関係でもベンチプレスがたくさんあるのに腕立てがなかなかっていうのは、まあ単純に自重が耐えきれないってだけで、腕の力があってもっていうことだけなんで。何キロですか。体重80あります。むちゃくちゃ重いんで、身長と見合ってないんで。80あるの。80あります。え、身長は。身長170ないぐらいです。あ、そっか。はい、全然普通だったら、まあどうだろう、この年だったら重くて70とかじゃないですかね。70ぐらいですよね。石原さんでも、うん、タッパが75ですよね。まあまあ平均ですよね、うん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 、だから僕は、あ、そっか、この辺にあのウエイトつけてるから、無駄なやつつけすぎな、10キロぐらい負荷がかかっちゃう。そうですね、余分なやつがもろに腕に来て。でもそれでもこれ関係大丈夫じゃん。体幹とか腹筋があるんで、こっちの方とか。あ、腹筋は大丈夫なんだ。腹筋はあの結構その30秒で30回いけるレベルぐらいの。でもそれもだってここにいっぱいお肉の重りがついてるじゃん。ああ、どうなんでしょう、こっちは割、うん、なんでしょうね、こっちはいけるんですけど、単純にこの耐えるっていうのができないから、まあここの裏が弱かったりとか。まあ後で画面見ると分かると思うけど、もうかなりね、もううっ、そうですね、うっ、うっってきたの、うっ、上で止まってますから、ね、うん、で首がそうっ、だいぶ疲れてきたなって。そう課題が見えましたね。そうですね、ちょっと頑張って腕立てね。そうですね、意外と軽視されそうですけど、今ウエイトって言われますけど、意外と自重で、自重トレーニング大事よね。大事ですね。怪我しづらいしね。そうですね、うん、で意外とね、あと思うのね、懸垂は特に思いますね。あそこにあれリザードスキン貼ってあるでしょ。あ、そうなんですか。あのカモン、あ、はいはいはい、懸垂。あ、そうなんですね。懸垂をやるとちょっといい。懸垂がやばいですね。あ、それこそここにいっぱい重りがついてる。そうです。懸垂は本当にジムの時でも全然できないんで、やっぱり。ああ。懸垂してももを引き上げて、はいはい、ツイスト。それこそ無理じゃないですか。どうだろう。学生の時にはただでさえ懸垂あんま得意じゃなかったんで。え、待って。はい。